はいどうもおうちで内見チャンネルです。今回はですねまた山手に新築ができましたのでそちらを紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのは 1K のお部屋になります。撮影してるのに毎日チャリが通りましたね。そしてここが、いきなり物件になります。はい、外観はこんな感じです。まあ、バリッとした感じですね。はい、そして左の奥入っていくと駐輪場がかなりスペースが広いといった感じですね。そしてその手前にゴミ置き場があります。はい、そして、まずこちらが右側の方に行くとエントランスになります。はい、こんな感じです。そして物件名がスクエアシティ横浜山手という物件です。まあ、元町商店街とかからも、近い物件になってますね。そして山手駅からも平坦です。まあ、山手っていうと山っていう文字が入ってるんで結構山あり谷ありなんですけど、ここの物件は平坦で、まあ、周りにちょっとおしゃれなカフェなんかもありますね。はい、そしてオートロックがこんな感じになってます。そして中入っていきましょう。中は結構こう暗い感じですけども、シックな感じになってます。はい、そして今回紹介するのはまず1階のお部屋、今日は2部屋紹介します。まず1階のお部屋ですが、エントランス通って右側行くとここに101号室があります。ちょっとこう外に出るような感じですね。はい、そして開けていきましょう。まず内装がこちらです。はい、反対から見るとこんな感じです。はい、そしてシューズボックスですね。ここも、いっぱい入ります。はい、そして、入って右側がですね、こうぐるっと回るといきなり洗濯機置き場があるような感じです。なんか横長のお部屋になってますね。はい、そして、その裏側はキッチンがあります。キッチンもガス2口コンロで、まあすごいシンプルなキッチンになってますね。はい、そして給湯器です。そしてレンジフードで換気扇もあって、あと収納類ですね、上にも下にも収納があって、調味料入れなんかもあります。はい、そして、洗濯機置きの裏、キッチンの後ろ側になりますが冷蔵庫置きあります。でキッチンのすぐ隣ですね、ここが洗面所になってます。まず正面にトイレがあります。はい、そして右側に独立洗面台があります。でシンクもしっかりきれいになってて、下に収納があります。まあ、上にも収納があります。はい、そして次がお風呂ですね。お風呂もタイルが結構特徴的ですね。おしゃれな感じになってます。はい、そしてメインのお部屋見ていきましょう。ここは1階のお部屋なんですけど、ちょっとここの部屋だけ向きが、他のお部屋と違くて、ここは実際8畳あります。まあ、ちょっと形的にはこう梁があってぐちゃぐちゃって感じなんですけど、8畳あります。そして、モニター付きインターホンはタブレットみたいでエアコンもついてます。はい、でクローゼットですね、こちらになります。でコンセント類ですが、ここにインターネットと、テレビ線もあります。で反対側にもう一箇所ある感じですね。ちょっともう一個ぐらいあれば嬉しいなって感じですけどもね。はい、そしてこちらが、洗濯物干しになってます。ここに棒差し込んで、室内で干すことができます。ちょうど上にエアコンがあるのでエアコンで乾かすことができますね。はい、そして、壁にかける、これも何に使うのか僕もちょっとよくわからないんですが、かける場所もあります。そしてバルコニーと、まあ、ここは1階なので、こんなお庭みたいな感じになってますが、ここは共用部です。でこのタイプのお部屋は2階にも3階にも4階にも5階にもあります。はい、そして、またエントランスから奥に入って、今度は、最上階のお部屋を紹介していきたいと思います。はい、7階になります。この左のちょっとぐるっといったところに701号室があって、そこがさっきのお部屋と同じような感じになってますね。
はい、で今回は705号室を紹介していきます。まあ、シューズボックスとかは基本こんな感じで、こっちは縦長のお部屋になりますね。で入って右側に洗濯機置き、そして、こちらがキッチンになってます。まあ、一個一個の設備は特に変わらないんですが、ここに冷蔵庫置きがあります。まあ、後ろ側にあるか横にあるかの違いですね。はい、そして入って左側がこちら給湯器になってるのと、あとお手洗い、洗面所ですね。ここは横並びになってます。はい、そして右に、浴室乾燥があって、こちらがお風呂になってます。まあ、タイルとかは特に変わらないんで、もう向きが変わってるっていうような状態ですね。はい、そして奥です。こちらがリビングになってます。さっきの部屋は8畳あったんですけど、今回のお部屋は 6.5 畳になりますね。まあ、ただ長方形ですごい使いやすい形にはなってます。はい、でモニター付きインターホンとか設備関係は一緒ですね。コンセントの位置はまあ若干違うので紹介します。はい、こことここになります。はい、そしてバルコニーがこちらです。はい、7階の景色はこんな感じです。まあ、隣に高い建物とかがなくて開けているのがいいですね。で奥にベイブリッジと、あとこれがフェリスですね。頭のいい学校です。で元町商店街も近いので、まあ自転車とかでピューって行けるような距離にあります。はい、で最後まとめです。この物件がスクエアシティ横浜山手という物件で、山手駅から徒歩9分平坦になってます。山手駅からはこう商店街を通っていくような形なので、まあ、人通りも結構多いのと、大通りを通って、行くので、まあ、かなり安心、防犯面も安心かなと思います。はい、で101号室は家賃が7万円で管理費が1万5000円になってます。で10月末完成予定と書いてありますが、まあ、11月5日なので、今日から入居開始にはなるんですけども、本当に新しい物件といった形です。はい、でこちらが705号室になります。705号室も、家賃が7万円で管理費が1万5000円です。まあ、部屋が広い方がいいか、それともこうオーソドックスな形がいいか、どちらか選んでいただければと思います。まあ、この7階より下の階だともうちょっと安くなりますし、さっきの101号室の8畳の方だと上の階になればなるほどちょっと高くなりますという形です。あとインターネット無料なんかも入ってますので、入った入居した日からあのインターネットも使うことができます。はい、ということでまだ、これも情報出たての物件なので、山手とか、まあ、あんまり場所知らないよっていう方も、桜木町からだと関内石川町山手っていう形で、10分ぐらいで桜木町とか横浜まで行けますんで、ぜひぜひちょっと外れた部分にはなるので、結構お上品な街ではあります。はい、ということでお問い合わせは、概要欄にメール、電話、LINE がありますので、そちらからお問い合わせください。で、その他あのご意見ご感想ありましたら、コメントどしどし応募してます。その他チャンネル登録高評価ももちろんどしどし応募してますんで、今かなり再生数も伸びてきてますので、ぜひ、次の動画、通知が来るようにしておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。再见。